時刻は9時44分です宿美保子が FMO からお送りしているマルシェ国毎週水曜日のこの時間はビッグマルシェ300万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニューズピックスとのコラボレーションで国内外100メディアのニュースのほかニューズピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきます今週もニューズピックスから平山さんにお越しいただきました待ってましたおはようございます よろしくお願いいたします,ししますもう番組始まってすぐ、はい、あの新型 iPhone のお話でもう皆さんリスナーの方もどうしようかな買い替えようかな待と、うん、うかなっていろんなメッセージ来てるんですけど、はい、いよいよ内容が発表されましたねそうですねちょうど今日の、えー、っと夜中の2時ですねはい。ずっと起きてたんですか一応見てましたはい。寝不足ですね ままあ、まあ,あの、はい、ど,どうなんですかね、ちょっと見てましたけどね、はいはいえー、まず今日の午前2時、はい、2> カリフォルニア州のクパティーノというところでアップルの本社ですね、うん、新しい、えっと、去年、お年ぐらいにできたところで、まあ、スティーブ・ジョブズ・シアターというところで、まあ、毎回、最近は発表されるんですけど、はいまあ、こちら新型 iPhone を含め、まあ、いろんな発表がされたので、まあ、こちらを。うん お伝えできればなと思っています。はい、じゃ、あまず何からいきましょうか、はい。そうですね、まあ、ちょっとアイフォンは、まあ、後に置いといて、まあ、それ以外で発表されたことをさらっと。まあ、おさらいという形でいきますと、まず、えっ、ー、と、これは、まあ。すでに発表されているものだったんですけど、アップルアーケードという、まあゲ、げ。 ゲームですね、うん、の、まあ、サブスクのサービスがこれは9月の19日から始まりますよというところで、はい、えと150か国で、えー、と日本は、えー、と月額100、えー、600円,600円 1>、はい、で1か月の無料トライアル付きで、まあ、発表されましたと600円でゲームあそうです、ね、かなりのゲーム、はいえー、と今回、えー、とプレゼンにもコナミさんとか出てたりとかですねあのものすごいたくさんのゲームができますよというのがこのサービスですねこのサービス入りたいというお子様増えそうですねそうですね。 楽しそうですねこれも、はい、であと,、えー、とこれも発表されてましたアップル TV+、うん、これは、えー、とドラマだったり、まあはい、Netflix だったり Amazon プライムみたいなものなんですけど、まあ、これも、えー、と始まりますというところで、えー、と11月1日からオリジナルシリーズを配信しますと<ー>これも月額600円でこれはですねただアップルのプロダクトを何か新しいもの、うんまあ、今回の iPhone だったりとか iPad だったりみたいなものを買った方は、はい 一年間無料で見ていいですよというキャンペーンがついてくるということですね。買っちゃおうかな。そうなんです。ついてくるんですかね。ついてくるんです。はい。あのアメリカで発表されているドラマとか、うんもうすでにあの日本のアップルのホームページも出てましたけど、おそらく日本語字幕がつくのか、はい、かなり面白そうなものが何本かありましたので、これはお得だなと思いますね。そうですよね。 はい、であと,、えー、と新型の iPad が発表されまして、はい、これは、えー、と今までなかった10.2インチの、えー、とものが発表されましたはいで、えー、とただ、ね、これが非常に安くて3万4800円そうびっくりしました、はい、もっとしましたよねそうです,そうですもっとしました10万とかしてたものが今3万4800円になって、うん、でこれでまあ,あのまあキーボードとかつければ、はい、パソコンの代わりにもできるようになりますっていうので かなり価格を下げて出されたなというところですね。もう初期の私 iPad も持ってるんですけど、はい、めちゃくちゃ重たいんですよ。そうですね。はい。もう持ち運びとかんどうしようかなと思うてらい重たいので、はい、今は軽さもそして。 画質も良くなってますもんね。そうですね。もうこれはあのあアップルペンシルも使えるので、これ楽しく使えると思いますね。はいで、あともう一つが Apple Watch ですね。これがシリーズ5が出まして、うん、えっと違いとしては今までと違って常にオンの状態。うん、あの今のはえっと画面が消えるんですけど、常に画面にまあ文字盤が出てます。よっていう状況。 になりますと。<ー>でそれでただえっ、ー、と今まで通りバッテリーは18時間持ちますというところでこれは9月20日に発売される。うん、な4万2千円ぐらいですかね。4万千円だと、ね、腕腕をこう下にしたらはい充電が充電というかそ,そうですね。はい、緩和されるんですよね。はいいろいろとなんか新しい機能もついてくる、ね、っていうところでで。 発表されてますね。うん、はい。で新しいサービスも追加されるみたいなので、まあこれ辺もまた魅力が増したかなというところですね。はい、っていうのが iPhone 以外の話です。さあいよいよ本題です。はい、で iPhone なんですけど、まあ十一イレブンと、はい、プロプロマックスっていうのが三種類出ました。はい。しくさんだいぶ悩まれてるようなんですけど、めちゃくちゃ悩んでます。皆さんどうしますか？買い替える人、<laughs> はーい。ほら。 ほとんどいないんですそうですね。<れ>皆さんめっちゃ悩んでましたね。みんな今のでいいっていう感じですか？ああ、なるほど。やっぱ 5G 対応かそう,、ね、そうじゃないかっていうのは大きいですね。はい、はい。で、あのもういろんな機能あるんですけど、うん、ざっくりとご説明すると、えっ、ー、と中身の性能的なところはだいたい一緒です。うん、あ、そう。はい。だいたい一緒でサイズはえっとこれ 意外かもしれないですけど11の方が大きいですえっと一番大きいのが、まあ、11プロマックスなんですけど、はい、えとその次に大きいのは11で、えー、とその一番小さいのが、えー、と11プロですねになりますで、えー、とあとカラーバリエーションは11の方が豊富ですね6色ありますブラックグリーンイエローパープルプロダクトレッドホワイトです、はい、ホワイトですねでえっ、ー、とプロの方は、えー、と4色ですね でこれまでのスペースグレーシルバーゴールドに加えてミッドナイトグリーンという新色が出ているというのが色のところですね。うんはい、で、えー、と大きな違いのところは、まあ、カメラですねです。もうちょっと見た目はなんか怖いという感じを見た目に関してはいろんな意見が出ているようなんですが <laughs>、はいはい、ただあの性能としてはやはりここが一番大きな違いになっていましてプロの方が。 三つカメラがついているい、ね、最高ですね標準のカメラと望遠とそして超広角のレンズがついている超広角はまあ便利でしょうねそうですねもう今集合写真とかまあ、景色撮る時もそうですけど、うん、自撮りの時もね、はい、そうだしそうですね非常に便利だと思いますでカメラの性能はすごい上がっていまして、はい、えっとナイトモードが今度から搭載される っていうところもありますねありがたいですやっぱりねあの他の機種を使ってる方のナイトモードとか、はい、え花火そして夜景を撮った時はもう全然違うんですよ、はい、そうですねアンドロイドなんかがすごいそこを強化しているのですごい綺麗です、はい、ここがやっと出てきたなっていうところですね、はい、ありがたいですねであと,、えー、と内側についてるカメラのところでちょっと面白い機能としては、えー、と今セルフィーが撮れると思うんですけど、うん えっと今回セルフィーにもスローモーションが付いたというところですね。えっ、ー、とサービス名としてはえっ、ー、とスローフィーという名前になっているんですけど、スローフィーはいえっ、ー、とセルフィーでスローモーションが撮れるっていうちょっと違った表現ができるようになりましたっていうところですね。うん、まあ,あとあの写真の機能としては今まで写真撮っている時に動画撮りたくなっても撮れなかったんですけど、うん、写真撮っている時に写真の撮っているボタンを長押しすると動画モードに変わるっていうのが 増えましたね便利 <laughs> そういうのありますもんねはいそうですあのやっぱシャッターチャンスを逃したら、はい、っていう場合の時は、はい、急に動画撮りたいっていう時もありますもんね、はい、アップルのホームページには「シャッターチャンスは動画のチャンスでもある」みたいなのを書いてましたけどねドラボー <laughs> 買い替えようかなっていう気持ちになってきました、はい、平山さんにあったら大体いい違いとまあ同じところも含めてそういうところですかね、はい、これがまあ予約をして5月の20日に AI 発売、はい そうですねおそ、えー、らくちょっとはっきりとしたことが言えないですけどおそらく今週末13日に予約がスタートして、うん、あこれはアップルのホームページはスタートするんですけど、はい、あの各キャリアさんはちょっとまだわからないので,で、ねま、キャリアさんもおそらく13日予約開始の、うん、まあ20日から販売、うん、というところになると思います。はい はあ、どうしようかな、はい、まあでもお値段は正直もっとすごい高い設定でくるかなって思ったんですよ、はい、そ,そうですねあの結構反応を見てますと,、えー、と一番サプライズだったのは多分11の方の価格が安かった、うん、そうな恐らく去年同等モデルよりも、えー、と米ドルで100ドルぐらい安くなっているので、うん、まあそこは結構抑えてきたなというところになると思います。うん、で皆さんがこの発表を聞いて私今 市場調査をしてるんですけど今のところそんな買い替えるっていう前伸びりな人あんまいないんですよね、はい、そうですね多分あの宿さんもおっしゃった通り 5G の兼ね合いだったりとか、はい、そうなんですよ、うん、昨年のモデルからの進化だったりとかもあると思うんですねでよく言われているのがやっぱりこう性能の進化ってなかなかもう難しいサプライズがないような時代になってきているので、うん、ある程度までもう来ちゃってるんですねそうですね今回もだからカメラ で、かなり差別化をしていると思うんですけど、はい、まあ他の性能のところ、まあバッテリーももちろん長くな持つようになりましたし、いろいろあるんですけど、なかなかこうね、今までみたいに新しいのでたよし、みたいなサプライズなくなってきているかなっていうところですね。ぶっちゃけ平山さんはどうするんですか？えっと、今ものすごい考えてるんですけど、うん、一旦ステイかなって思ってます <laughs>。<laughs> 今何使ってますか？今テンですね。あ。 だからですなのでちょっとステイかなって思ってます。天の人はだいたいあの待つって言ってますね。私 iPhone6s ですから。そうですね。そこは買いですね。まだホームボタンありますからね。そうなんですよ。じゃあ悩まれる方も多いかな。そうですね。あの今回買い替えようと思ってる方ぜひメッセージ送っていただきたいなと思います。ね。じゃあ平山さんはステイということで。はい。私は買うかもしれません。はい。買いましょう。 川へんのに買いましょうって <laughs> 進めてます <laughs> さて <laughs>、えー、このピックマルシェ 音声を youtube でお楽しみいただけますマルシェククーのホームページにピックマルシェのバナーがありますのでここをクリックしていただくと今までの過去のオンエアデータ youtube にアップしていますので、えー、過去のデータもチェックしていただきたいなと思いますそしてニュースピックスアプリで記事を探す場合はカタカナでピックマルシェと検索をしてください最近私動画をよく見てるんですよニュースピックス面白いですね、はい、いろんな経済界の方が出てはい。ぶっちゃけ トークしてますねそうですねお面白いですねはい。そしてこの iPhone11 のいち早い皆さんのこの意見交換というのもされててはい、はい、そうですねいろんな方の意見が楽しめるので面白いですねあそうですねあのコメント欄は非常に参考になると思いますぜひこちらもご覧になってみてください、はい、この時間はニュースピックスの平山さんにお話を伺いしました平山さんありがとうございましたありがとうございました